はい、こんにちは、中地です。本日はプロジェクトゾンボイドというゲームをプレイしていきたいと思います。ちょっと前にね、予告の動画を出しました。ただね、あんなことをしたからすごいがっつり実況するのかって言ったらそうではなくて、ちょっとね、数回に分けてやっていこうかなと思います。で、プロジェクトゾンボイド、通称 PZ ですね。PZ でも PG って言おうかな、じゃあ。この PG は、アーリーアクセスですね。まだ多分ベータ段階で、まだ製品リリースの段階ではありません。で、15ドルだったかな ?15 ドルぐらいで、販売しております。Steam で、購入いたしました。で、体験版をね、プレイして、なんだこのゲーム、めっちゃ面白いってちょっと直感で思ったので、購入しました。なのでまだ全然分かってません。はい、でもやっていきたいと思います。あのね、ちょっとやったんですけどね、すごい面白いのでぜひ紹介したいなと思って、知らない人がほとんどだと思うので、紹介したいと思います。それではとりあえずサバイバル、サンドボックス、ラストスタンドとありますが、サバイバルでいきます。で、新しいマップを作ります。2箇所ね、マップが選べるんですが、まあこっちにしとこうかな。セーブネーム、ちょっと YouTube にしとこうか。YouTube。Next。はい。で、これが自分のキャラクターです。で、男、女選べます。ランダムも。とりあえずランダムしてみようか。ダダダダダダダン。男の人、女の人。あ、でもやっぱ作ろう。ちょっと自分で作ります。これでスキン、ボディタイプか、これは。スキンカラーですね。ほとんど変わってないように見えるけど。で、ヘアの、黒がいいな。で、これがヒゲか。ヒゲちょっと蓄えてもらおうか。まあ、ちっちゃいからよくわかんないですけどね。で、名前をね、どうしようかな。僕がね、両方、ナーク、ジーニアス。これね、僕が普段ね、中地でやってるんですけど、ファーストネームっていうか、あのファミリーネームとね、2つ設定しなきゃいけない、あの名字と名前を2つつけなきゃいけないゲームに関しては、ナークジーニアスって名前で遊んでます。ナークジーってことですよ。はい、それではネクスト。で、ここがね、またね、ちょっとこのゲームの面白いとこなんじゃないかなと思っております。で、ちなみにこの動画はね、すごくね、のんびりやっていきますので、多分長くなるかな、あの、一本の動画が。なので、だらーっとお酒でも飲みながら、未成年の方は、三ツ矢サイダーでも飲みながら、ちょっとゆっくりじっくりどんなゲームか見ていただけたら嬉しいです。で、ですね、オキュペーションは職業ですね。で、職業を設定することができます。で、職業をつけるとこのオキュペーショントレイツっていうのがつきます。で、職業上の特性みたいなもんですね、多分。で、例えばですけど、ポリスにするとマークスマン、クイックリロードができるとか、銃を早くリロードするとかですね、職業で自分の特性が少し変わります。では、今回はファイヤーオフィサーにしましょう。あれですね、消防士で、アックスマン、ダブルスピードブレイキングスルードア、2倍の速度でドアを壊せる、斧でねって書いてあるね。あとは斧のスイングがちょっと早いぞと。じゃあこれにしときましょう。で、ここがね、このゲームを面白くしてるとこなんでしょうね。これね、デモ版だとここは選択できないんですが、これね、赤字が、あれです。マイナスの特性です。で、青字、緑が、プラスの特性になります。で、例えばこれブレイブっていうのは、
勇敢とかそんな意味ですね。で、ブレイブは、less prone to becoming panicked。パニックになりにくいんでしょうね、これは。で、パニックになると寝れないんですよ。睡眠が取れないとか、なんかいろいろ自分にね、かかるその、状態異常みたいなのがあるんですけど、それをちょっと和らげてくれそうでね、パニックは。じゃあパニック入れたいなと思ってこれ入れるじゃないですか。そうするとゲームが始められません。プレイが押せません。なぜかというと、これマイナス3をしてポイントトゥースペンド、マイナス3ポイントなんですね今で。このブレイブをつけて、マイナス3を食らっているので、悪い部分でプラス3しなきゃいけないんですよ。これがね、なかなか面白いシステムだなと思います。で、逆に言うと、こうやって悪い特性ばっかつけて悪い特性なんだけどプレイは押せるんですよ。なのですごい自分をね、追い込むこともできると思います。で、ブレイブは、マイナス3なので、プラス3つけたいと思います。クランシー makes more noise when moving。 動くときにノイズが、大きく出ますと。なのでゾンビに気づかれやすいんじゃないかなと。これは入れたくないですね。ライトドリンカー、これは get drink quickly。 これはね、酒の影響を受けやすくなるんですよ。酔っ払っちゃうんですよね。どうしようかな。何かいいものはないか。ヘビーやショートあー、怒りやすいのか。ショートサイト、スモーラービューディスタンス、視野角が狭いんだな。これつけてみます。僕近接なんですよね、多分アックスマンだから。近接の方が強いキャラクターにしたいな。じゃあ脳筋っぽくしよう。これをつけよう。これつけるとね、多分視野と視界が下がるんでしょうね。で、まだマイナス1あります。マイナス1ってあるかな。これか。これ嫌だよ、ノイズが出るんでしょ。どれ取ろうかな。プロン to eyeless。 わかんない、読み方がわかんないけど。 This is これがね、確か病気になりやすかったんじゃないかな。感染速度が上がったりしたんですよ。ゾンビに引っかかれたりすると危ないのかな。それは嫌だよね。どうしようかな。ブローディング、これ入れるのもありか。いやー、でもフィービル、これどういう意味だろう。フィービル、レスノックバックフロムメレーウェポン。あー、近接武器でのノックバックが弱い。しかもキャリーウェイトも弱くなるのか。せっかく近接選んでるのにこれはないですね。悩ましいな。どうしようかな。オーバーウェイト、スローはランニングスピード、タイヤフロンランニングモアイーズリー。ものすごい速いタイミングで疲れると走るのも遅いと。オーバーウェイトって太ってるってことか。これ入れてみようか。走らないこと前提で、いや、やだな、それはやだな。アゴラフォビック、 get panicked when outdoors。 ごめんなさいね、この特性見てるだけで多分もう10分ぐらい経ってるかもしれない、すいませんね。これは外にいると、パニックになると。パニックは嫌なんだよな。まあ最初だしいいか。アンラッキーとか入れちゃいます。アンラッキー入れてラックを下げます。
で、そうするとね、3、あとなんか使えるんですよね。何にしようかな。あんまり食わなくていいってやつか、これ。これにしよう。そしたら、ちょうどゼロになりました。そしたら、ナークジニアスはどう生きていくのでしょうか。プレイをしたいと思います。で、死んだらね、とりあえずそのキャラクターはもう終わりですから。悲しいことに。そのキャラクターは使えなくなります。で、そのキャラクターが生きた世界でリスポーンするか、新しく世界を作ってリスポーンするかになるので、まあ、基本的には、死ぬまでどんぐらい生き残れるかっていうことですね。で、僕はね、まだ全然分かってないので、このゲームのこと。昨日買ったばっかなので、まあ、よく分かんないので、まあ、ちょっとね、試しに遊べたらいいかなぐらいですね、今は。始まった。はい、こういう感じのゲーム画面です。一見ね、すごく、一昔前のゲームかと、見た目的にはね、思うかもしれませんが、全然そんなことはありません。すごくね、面白く作られています。で、今、家の中にいますよね。で、周りが暗いですよね。で、これって、窓に対して視界がつきます。こうやってね、今、外がこうやって、窓のね、これ今、窓なんですけど、これカーテンがね、これドア開けたね。カーテン閉まんの？これね、閉まるカーテンとね、閉まらないカーテンがあるんだよね。あ、閉まった。真ん中か？こうか。そう、これをね、閉じておくと、難しいな。どこが判定なんだろうか。まだ開いちゃう。まあいいか。そう、これでね、外を覗けるんです。そうすると正面が見えます。で、コントロールキーを押しながら、ぐーっと。外をこう確認することができます。今は正面にはいないですね。敵のようなものは、ゾンビはいないですね。で、こっち側、ちょっとこっち側も見ておきましょう。こっち側には、とりあえず、敵らしいものはいないと。で、今これがつきました。これがね、喉の渇きだったかな。いや、違うな。これは体が熱いのか。高体温になってるんですよね。熱いと感じてる状態。で、熱いとどうなるかっていうと、喉が渇きますよね。で、今度喉が渇いたってなってきます。これがね、なかなか、これテレビついてる、ついてないよね。このね、自分にかかる状態異常がたくさんあります、このゲームは。しばらくやってたらここにね、ブワーっていっぱい出てきますので。それでは今は10時40分。とりあえず散策しましょう。ここはトイレで、こうやってね、キャビネットの前とかに行くと、どこだろう、例えばここだね。こういうとこ行くとこうやって出てきます。ここにルートのところに、でクリックすると中にアイテムが入っているのが確認できます。こっちは空ですね。でここにちょっとハンマーっていうね、なかなか良さそうなのありますね。これをゲットしよう。でこのハンマーをプライマリーに装備しておきます。はい、持ちました。これで、シフトじゃない、シフトは走ります。コントロールを押しながらドンドン、これで殴れます。いいね。ただこいつは斧があるといいんだけどね。これは何も入ってない。冷蔵庫見ましょう。ボトルウィズメイオネイス、なんだろうこれ。ハンガーがアンハピネスが上がる。なんだろうこれ。マヨネーズか。マヨネーズ。マヨネーズか。腹は満たされるけど、ボーダンってなんだろう。めっちゃ熱くなってきた。あー、ダメだ。これそしたらね、セーターを脱ぎましょう。裸。これでちょっと熱を、体の熱を取ろう。ちょっとライトは消しておこう、怖いから。ちょっとカーテン開くかな、これ。オープンカーテン。そうか、こうやって右クリックすりゃいいのか。これでちょっと遠くを。向こうの家まで見えるな。ゾンビは意外と見えない。ただこのキャラクター覚えてますでしょうか。作った時に、
マイナスの特性をつけてあります。視野角が狭いので、見えてないだけかもしれないっていうところがちょっと恐怖なんですよね。レモンヌードル、スプーン、フォーク、バターナイフ、缶オープナー。これね、缶オープナーがないと缶の食べ物が食べれません。なので取っておきます。クッキングポット、これはね分かんないんだよね。でも持っておこう。ケトルとか持ってるとお湯沸かせたりするのかな。持ってようか。フライパンも持つ。ただね、あんまり持つと自分は今ね8しか持てません、アイテムが。でこれ以上持とうとすることはできます。ただ重量肩ってもう大量に持ち運ぼうとするので疲れてきます、体が。ビーンズ、レモンヌードル、ツナ缶、あ、プラスチックバッグがありません。これを持って、プラスチックバッグを、セカンダリーにセットすると、バッグがまた8スロット分つけましたっていう感じでね、ちょっと自分のインベントリー。お、喉が渇いたね。これ水は今出ないんだっけな。ん、フィルクッキングポット、これに水を入れると。クッキングポットに水を入れました。ターンオン、ついてる。ビルド、何これ。あ、ドアが作れるんだ。そう、これね、自分で城壁を作ることもできます。たくさんあるね。ここに対して、クッキングポットは別にクッキングするためのじゃないのか、多分ね。こっちにしようかな、インベントリー。あー、でもあれが見えなくなっちゃうか。これでいいか。こうしてちょっとね、これは自分なりに UI のカスタマイズはできますので、こうやってとりあえず置いておこう。フィル、ケトル、ドリンク、あ、水飲んでおこう。じゃあ喉渇いてたし。すごいな、たくさん何でもできる。クローズカーテン、ウィンドウ、あー、これは登って出れますね。ちょっと外に出てみますか。怖いけど、でもここ意外といないですね。ただね、安心しきって普通にこの家で生活してたりするとゾンビの群れがやってきます。ゾンビは常に流れているっぽいんですよね。で、まあ、僕がプレイしてた時に感じたことなんですけど、なんか波があるんですよ。なんかゾンビの群れがこう来るような気がして。でね、その辺がね、ちょっとウォーキングデッドを最近僕見てね、めっちゃハマってるので、なんかね、通ずるものがあるんですよね。私これなんか入ってんのかな。火つけられる。特にないね。ドア、ウッテンドア、プランク、ネイルス、ドアノブ、ドアヒンジ。すごいな、このパーツがあると作れるんだね、ドアが。でもフレームがないと置けないよって書いてあったね。これでウォークトゥーができるのか。じゃあこの木を切るっていう概念があるんだね、きっと。そうか。そしたら別にここ僕の家じゃないと思うので、いや俺の家だよね多分。次のちょっとこの家にね入ってみたいと思います。やばい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 。来てる、あれ。これは俺に気づいてるんだな。で、目の当たりにしているのでパニックがつきました。ちょっと帰りましょう。クソ、いい家なんだけどな。おっと、待ってよ。今の家見て気づいた。俺、
見てないところがあるね、この家で。来てる来てる来てる。まずい。ドア閉めて。クローズウィンドウ。クローズカーテン。危な。こいつ来てましたね、ここ。カーテン閉まった。クローズカーテンしてあるんだね。シートをセットする。あ、すごい。これでシーツを置いて、うわー、こういうこともできるんだね。すごい。え、ちょっとテンション上がった。めっちゃ面白いじゃん。シートを拾って、シーツですね、多分。シーツを拾って、カーテントとして、カーテンとして利用してる。これでね、外からね、敵が中を見れなくなりましたね。で、ここのドアを、お、なんかある。あ、さっきのか。とりあえずマヨネーズをもらっておこう。ツナマヨとか作れないかな。で、そしたらちょっとこのドアを閉めたいな。これは表だよね。で、ここを閉めて、こっち入ると冷蔵庫触っちゃう。で、そうするとここの明かりはつけてても大丈夫だね。音と明かりに反応するっぽいんですよ。ここのカーテンも閉めよう。で、椅子に座って寝ることができます。でね、この上を見てなかったね。2階、すごく立派な家だから。ここにはもうシートないから、つけらんないね。ここも閉めておこう。ここにカーテンがつけば、ここのライトもつけといていい気はするんですけど、ちょっと2階を見に行きましょう。何かあるかな？お、なんか立派な家に住んでんだな。バスタオル。お、バスタオルは、あれになりそうですね。カーテンになるんじゃないかな。ブリーチ。漂白剤かな？アンハピネスマイナス10。ん？これ飲むと喉の渇きマイナス60。でもこれ飲んじゃダメでしょ。シートがあります。これ、あれだね。下にいたね、今。見た。うわ。この家にもついに来たぞ。まずい。何かないか。ピロー、枕、スカート。スカート履けんの、こいつ。何これ。ああ。まずいね、これ。オーバーロード。オーバーロードじゃない、ヘビーロード。これをここに置こうか。あ、腹減った。ベルト、シューズ。で、オーバーロードだとまずいので、音楽が怖い。ちょっとライトをつけよう。インベントリー。スカートこれ履けたりする？ウェア。マジ？あ、変な感じにはならないね。で、セーターを着ようか。セーターを着よう。服を着ていかなきゃ。で、腹が減ってるから、ミートパティを食べよう。いや、でもこれ料理をしていないから危険だよって書いてありますね。アンクックドだからデンジャラス。多分腹を壊す可能性があるんですね。そしたらなんかこうベルト。缶オープナー。ツナ、ツナ缶食べよう。オープン缶でツナ。開けた。缶オープナーは壊れないんだね。そしたら、開けた。オープンティーンオブツナ。これを食べよう。ふう、ちょっと食べた。で、水が飲みたい。でね、もうここにはね、入れない。ゾンビが来てくる。で、どんどんしてるけど、あれ、ドア破られちゃいますから。これ、子供部屋じゃないか？うわ、つら。家族だったんですね。家族持ちだったんだ。おそらくこのドアだ。ただ、ああ、重量が重いんだよな。ケトルとかいるかな？ベルト。これセカンダリーこっちにどうしても入らない。バ
バスタオル、ハンマー、何かいらないものはないか。何かいらないものはないか。クッキングポット、ドロップ。これでとりあえず重さは大丈夫だ。ちょっとドリンク飲もう。よし。でも喉の渇きがひどいから、体力は OK ね。でこれスキルがあります。スプリント、スプリンティング、ライトフーテッド、ニンブル、スネーキングと、アギュリティ、クラフティング、コンバット。これね、多分1個ポンポンってついていく感じかな。これもね、キャラクターの育てるものに大事です。で、ナークジーニアス、27歳、男。で、トレイツ、特性ですね。で、ゾンビをまだ殺していない。で、サバイバーキルドってこれ、多分 NPC がね、まだないと思うんですよ。多分まだ実装はされてないんですけど、いずれ来るらしいので、今はね、まだいないという話だった。これめっちゃどんどん言ってるけどさ、もう9時なんですよ。なので、寝ましょう。Do you want to sleep? Yes. で、時間が過ぎません、ブワーっと。朝まで寝るのかな、これ。このドアどんどん戦っている状態で、4時になりました。体の疲れも取れているであろう。怖えな。降ります。裏口から出ましょうか。ここはトイレです。ここか。さあ、この辺に多分いるんで、正面の建物にでも移ってみましょう。ちょっと周辺を見ましょう。とりあえず探せる範囲ではいないですね。で、これコントロールをしてると、この構えてるんですけど、これでスネークにもなってるらしいです。で、これで家を渡り歩いて、これ玄関開かないんでね、大体開かないんです。なのでドアをこじ開けます。で、この音にもゾンビは反応するっぽいので、なるべく早くね。開いて開いて、早く早く早く。厳しいか、ダメかい。開いた、入ろう。で、閉めて、クローズウィンドウ。でね、この家の中にね、ちょっとカーテンは閉めよう。家の中入ったらとりあえずカーテン閉める作業かな、これ。いやー面白いなすごい楽しい。電子レンジだ。お、バターナイフ、缶オープナー、チップス持っていこう。エンプティーマーグ、これをもらっていこう。シード、ラディッシュ、人参の、種ですね。これってこっちに入ってこないかな。ブロッコリー、ドライレモン、 TV ディナー。あー、オーバーロードオーバーロードじゃなくて、こっちにね。あ、でも入ってるね。ここが重いのか。スカートいらなくね、これ。リップバンデージにします。そしたら、包帯を作ります。布を使って。短パンになっちゃった。そしたらパンツを、これをウェア着ます。ズボンを着たので、これで冷蔵庫、ラディッシュ。朝になってきた。とりあえずこれで21時間、とりあえず1日は生き延びれそうですね。